伊藤さんと離婚したじゃないですか。はい。あの時の理由、まあ離婚の理由なんていっぱいあるんでしょうけど、なんか決定的なものってあったんですか。うん、なんかすごいそのあの時期にすごい決定的なものがあったかどうかはちょっと私はよくわからないんですけど、うん、でもまあほらなんか元カノとどっかから出てきたとかっていうのはありましたね。あ、なんかありましたね。あれかわいそうな話なんですよ、実はね。そうなんですか。あれは女性の方がわざと呼び出したんですよ、ね。うん、でも行っちゃったんですよね。行っちゃったんですよ。だから話をしたいって、はい、ただけで、でなんかだから、まあ、ジュンさんもいい人だから引っかけられたっていうか引っかかったのかもしれませ ん、ね。まあだからそういうで別にじゃあすぐ離婚とはならなかった、妊娠中ですから、うん、それこそ意味が、うん、あ、そうですよね。そうそうそう、うん、もう生まれる、うん、なんだっけ、ちょっと入院してたんですよ、うん、その前に、うん、あの出産の前にその時だから、うん、なるほどね。それは確かにちょっと、そう、まあ、すぐ離婚とかそういうことにもなら、うん、にはならなかったんですよ、うん、はい、全然。だけどそういうことがよく考えたらとか、あ、いろいろ、いろんなものが積み重なったのがあのタイミングだったんじゃないですかね、わかんないですけど。だからあの時にすごいこんな事件がありましたみたいなことはなかったと思います。まあ、ちょっと蓄積とか積み重ねもあって、気軽になったかもしれませんけど、 それまでにちょっとやっぱりあったんですね、はいはい、なんかそういうのが、それ楽しい、面白いですね。そうだからその一番の元の事件はそれかどうかは分からないけど、でもまああの元カノとホテルで話してたね、世間話だっけ、ちょっと忘れちゃったけど面白かったなと思って。ですか。井戸田さんでもあのまあ結構好感度高いじゃないですか、イメージ的には。はいはいはい、実際でもどういう、まあ、その件は別として、まあそのことは別に私とは関係ないから、うん、あれですけど全然いい人ですよ。なんか今でも全然あのユミの弟がいるんですけど、はい、仲良くしてくれたり、一時お店やったりした時も来てくれたりとか、すごいなんかそういう、でだからユミが行けなくてもまだ、いくつだったのか、中学生ぐらいの時にその弟のバスケの試合とか見に行ってくれたりとか、すごい人です。結構じゃあ面倒見がいいというか、まあ、あのフレンドリーというか、そうです、うん、優しいけど私のことは怖いってスタッフの人からそれこそみんなに言われてたっていう。あ、そうなんですか。直接怖い感じではないんですけど私、はい、でも周りがねえねえ、ゆみちゃんのお母さん怖いでしょみたいなことを言われてから、どんだけ怖いんだと思ってたとか。ゆみさんと伊藤さんって今会うことってあるんですか。偶然でしかないですよね。例えばじゃあ、あの子供をまたまた迎えに行った時にとか、そういう別に約束して会うとか、うん、そういうことはほぼないと思いますね、うんうん、まあね、今回子供はパパと会ってる、あ、伊藤田さんと会ってる、うん、ってことですよね。会ってる、ね、今でも直接、もう大きいから高校生なんで自分で、うん、あのやり取りして、うん、あ、いいね、今日ご飯行ってきますとか。だから伊藤田さんの再婚についても娘さんは、高校生の娘さんは全然問題ない、うん、全然一緒に多分ご飯食べたりもしてたと思うし、うん、なんかいいですね、うん、ね、時代はちょっとで、ね、まあこんなことを言っていいのか悪いのか分かんないけど、うちの一番下がいるんですけど、その、あの、ユミの弟が、はい、との友達の友達が今の井戸田さんの奥さんなんで、もともとその井戸田さんとその人が付き合ってるとか関係なくて、うん、あの知り合いだと。あの19歳年下の八谷亜美さん、はい、亜美ちゃん、あの、うん、9月5日に結婚発表したということで、八谷さんはモデルとして活動してて、18年の札幌ビルにイメージガールを務めてたと。2人は約9年前に食事会で出会い、交際は8年に及ぶ。じゃあその食事会っていうのはもしかしたら弟さん、いや、そんなあの公のじゃなくて、もっとじゃあ、うちわの、うちわの、なんだろう、友達同士のみたいなところに、友達の友達がみたいな。なるほど。お会いしたことあるんですか。私もあります。あるんですか、はい、全然なんか、なんかじゃあこの報道がちょっと間違ってるんですね。すごい感じのいい人なんですよ。あれですか、そういう時、うん、あの結構おめでとうとかって、あ、まあ、直接はその後会ってないんで言ってないですけど、はい、この間会うけど何かいいことあるって言うから、じゃあおめでとうって言うといて言ったのに言えなかったそうそう、言えなかった。あ、安倍さんもお知り合いなんですか。え、違う、その井戸田さんの記者会見があったので、何か言うことあるって言うから、じゃあおめでとうって言っといて、質問で、うん、ありました、そう、伝言、あの
ね、ゆりさんからおめでとうですってよとかってやりましたよとかって言おうと思ったら、その質問とか質疑があんまりできなかったので言えなかったんですけどね。